日本独自の武道合気道。自ら攻撃する技が一切ありません。素早くしなやかに相手の攻撃をさばく技だけです。なぜ攻撃して相手を倒さないのでしょうか。そこには合気道の創始者上柴盛平の強い考えが受け継がれています。上柴は若い頃から柔術や剣術など多くの武術の修行を続ける武術家でした。そして武術の深い精神に触れるうちに、相手を倒すのではなく自身を成長させることが目指す道だと考えるようになりました。そこで生み出したのが合気道でした。合気道の技は人間の体の特徴を合理的に捉えたものです。その特徴は円を描くように動き技を繰り出します。重心を安定させることで姿勢を保ち素早く動くことが可能になります。この動きで相手の攻撃を避けながら脇や背後に回り込むことができます。そして相手の力に対し自分の力を合わせバランスを崩し技をかけます。上芝は相手の気と自分の気を合わすことで攻撃的な心を鎮めることこそ合気道の真髄と唱えたのです。上芝盛平は、武道ですから最初稽古を修行している時にはやはり相手を制するという発想だったのが、精神的な修行も経て人を育てる、そして相手を思いやる、そういう心を養う稽古を通じて、そういう発想になりました。相手と自分というものが一体となり、そこには愛で包み込む、そういう発想。合気道は相手と自分が一体になることで攻撃心を鎮めるという世界でも稀に見る独特な武道なのです。合気道は老若男女誰でも習得しやすい武道です。勝ち負けを目的としないため競技や試合はありません。相手と気を合わせるという協調性の精神を養うことが高く評価されており、近年では必修科目として採用する小学校も増えています。まず怪我をする人が少ないということ、それから、左右必ず均等にやるバランスがいいということ、協調性が生まれる、あと公平性を養うことができる。だから稽古ですから、もともと武道ですから、やっぱりそういう意味では瞬発力や、そういったものも養うと。相手を傷つけず戦うことを目的としない武道合気道、その精神は共感を呼び世界の国々へ広がっています。